Keep rocking, baby. This battle is about to explode. Fight! はい、では大阪さん、ジャックさんチーム、地方の大阪さんが、出てきます。一応トイレ側の筐体が1、筐体1、隣が筐体2、この2つで大会進めております。ライさん、ももさんチーム対、トモニーさん、カズキさんチームが、筐体2で始まっております。先方はカズキさん VS ももさんですね。さあ先方警察が さあ小足からレイドをガードしてももさん、で今回録画しているのは、筐体一応録画可能というふうに2つとも書いてはあるんですが、筐体2の方で、録画になっております。さあ八乙女から挑発で、さあデッドリー繋がらない。パさん、チャパさんが来た。さあ録画台の方では桃さんの竜対、和樹さんの軽ギースですね。さあ桃さんが先に和樹さんの大将をケーキャミを引き出す。さあオツですと僕が、さあ桃さんの竜がガンガン画面端を押して、さあリバーショーを決めてる。さあ、ケイキャミ対ロレント大将戦。さあ、画面端で、さあ、コパンからテイクの出ない。さあ、カウンターヒット、相打ちですかね。さあ、はあ、また出ない。さあロレントのロットからコパコパでモモさんの勝利。さあオツですという声がまた聞こえて、高坂さんのエアレが勝利。さあ筐体2位の方ではトム兄さんと大将トム兄さんとライさん、あ、キャラは、まあ、中盤だけ。さあ、あの、のじ合い台の方、空いていれば絶対
あのお待ちの方は対戦していただいて構いません。さあトム兄さん、カズキさんチームバーサス第3ももさんチームの、対照戦、トム兄さん対第3、先方前対山崎、K 山崎。さあ大足高め当てからのドリルで、さあトム兄さんの山崎は第6リード。高坂さん、ジャックさんチーム対ゴーさん、はじめさんチームは、高坂さん、ジャックさんチームの一人で終わってます。さあトム兄さん、カズキさんチーム対モモさん、ライさんチームは、トム兄さんのケイサガット対ライさんの響き。さあトム兄さん画面端を追い詰めてるが、さあ裏表が見えない。さあここで何かが漏れて上タイガー。This is gonna be a match to remember. Fight! さあ逆に響きが画面端で屍が当たってしまう。さあまあのじ合い台の方一つ空いてますので、のじ合いしたい方は、まあ、あのこっちは食ってないんですが、インカムでご協力いただければと思います。さあここでトム兄さんのケーブラがライさんのケーサガット、トム兄さんが少ない。スネークパンチにアパカが当たる。さあうまい画面端で追い込んでるな。トム兄さんキャノンを放してゼロドット。さあ肘で第3の勝利。さあこれで2試合終わりましたので、筐体1の方で、では次の試合を進めていきたいと思います。筐体、次の試合はじゃあ筐体2の方で、高坂さん、ジャックさんチーム対、ライさん、モモさんチームですね。筐体2の方でお願いします。筐体1の方でゴーさん、はじめさんチーム VS カズキさんとトムニさんチーム、筐体1の方でお願いします。
では2オンは早稲田式、で代表者がじゃんけんをください。で勝った方が 2P、1P 好きな方を選ぶか、先方時報を後から決められるか、どちらか好きな方を選んでください。This battle is about to explode. Fight!対1の方では、はじめさんとトム兄さんですね。筐体2の方が、ももさんとジャックさんが対戦しております。レシオ4系サガット、俺の拳を試すか。カモン Live and let die Fight。 トム兄さんの系サガットが、はじめさんのケーブラレシオ4を倒して、で対象戦がゴーさんと和樹さんですね。筐体2の方では、ジャックさん対モモさんの、ジャックさんの P 剣とモモさんのシールですね。さあゴーさんの先方計算機対、ケイギース。文字合い台の方ですね、一番録画台、モニターがある近くの台、端っこの台ですね、空いておりますので、文字合いしたい方はどうぞ。Try again, kid. Ready? Go for broke! Fight! さあ、勝ったケイギースにゴーさんが攻め込む。さあ、大変さあ、ケイギースと さあ、筐体2の方では桃さんのロレントがジャックさんを撃破。
京大2の方では高坂さん、大将高坂さんと第3の対決ですね。さあ、ゴーさんのケーブラが体力リード。さあ、画面端投げがスカって、さあ、ケーブラがランからケー投げ、先に和樹さんの大将ケーサガット。さあ、ケーサガット対ゴーさんの中堅ケーブランカ。さあ、ショージャンからスカシ。さあ、画面端のショージャンからケーブラがピョって、体力満タン同士でケーサーガット対決ですね。さあ、今アッパカ入れたのが今どっちですか。さあ、ショージャン大系からのキャノンで、あっ、クラッシュ。さあ、下手に中足差し返して和樹さんの勝利。さあ、京大一の方が勝敗決まりました。さあ、筐体1の方は、終わりまして、今2の方で、高坂さん、ジャクさんチームと、ライさん、桃さんチーム対戦中ですね。あ、ライさんの計算ガット、怒りゲージが9割で、さあ、お互いゲージがマックス。さあ、中足からキャノンが入る。さあ、投げから体力並んでる。さあ、折り込まガードして、さあ、高坂さんがジャンプ台系で勝利。筐体2の方、坂さん、ジャックさんチームと桃さん、ライさんチームは、1-1 で並びましたので、勝者同士ですね、桃さん対高坂さんの試合で勝ち負けが決まります。すぐ楽にしてやる。 This battle is about to explode. Fight! 無駄だ。どうした。そして死ね。
さあ先鋒戦はモモさんのモモさんのそのまま死ぬ。This battle is about to explode. Fight! あ、怖いのか。前に帰りました。さあ、モモさんのゴリラサイコガードして頭突きで KO して、先方地方を撃破。さあ、ここでブランカがヨリを倒して、先方中堅戦ですね。さあ、オリコンを最速ガーキャンして、5パン中足ディレイからのシンク波動。さあ、ブランカのゲージが溜まって、さあ、画面端で、さあ、昇竜がめくり気味に当たる。さあ、振り向きローリングでロレントが出てくる。ゴーフォーブロークファイト。さあ、野地合台の方も盛り上がっております。読み通りというフィールガさんフィールガさんが読み通りの勝利さあ、桃さんのロレントがブランカを体力ゼロドットまで追い込んでいるが、さあ、パトリでモモさんが削って勝利。2対1で勝利ですね。I am Red Cyclone. Kill. Live and let die. Fight! いきます。To remember, fight!test.
ちょっとマイクトラブルありました。状態2位の方では、ライさんの K サガット対ゴーさんの K ブラがダイレクトを当てる。さあ挑発からサガット怒らせて、さあ体力並んで、さあこれは中足レイドが入ってしまう。さあゴーさんサガットを押してる。さあ中足からキャノン出ない。さあゴーさんの勝利。さあゴーさんがライスさん敗れる。さあ録画台でゴーさんがライさんを倒す。さあそして出てくるのははじめさん VS ももさん。さあはじめさん K ブランカレシオ4ですね。すぐ楽にしてやる。This battle is about to explode. Fight! Feel the calm before the storm has surrounded it. さあ、ももさんのよりが。さあ、勝ったブランカの台形が減る。さあ、ピン投げ。さあ2人が切れたところに、さあゲージをためないように、これすぐ逆キャンでしょうか。さあレシオ4ブランカの体力は半分。さあショージャンに昇竜。さあここでブランカがイオリを倒して、中堅龍対ブランカ体力4割程度。さあ筐体1では高坂さんのオリコンが決まって、さあブランカが体力そこまで失わずにロレントですね。ロレント VS、K ブランカレシオ4。さあブランカが怒ってる。さあロレントステップから中足当てたが、さあガーキャンして必勝モードだが、レシオ4なので一発一発の減りがやばい。さあここで上からロレントが中パン。さあ筐体2の方は1対1になりましたんで、勝者同士の対戦ですね。
ゴーさんとモモさんの対戦です。This is gonna be a match to remember. Fight! 筐体1の方も、1対1いきましたね。で、対照戦、両方とも3試合目に突入ですね。遊びは終わりだ。さあ、筐体2の先鋒戦、ゴーさんの計算がとたい、桃さんのよりは桃さんのよりが体力半分残して、中堅計算技対 C より。さあ、ランからスクリュー、ザンギ押してますね。さあ、ここで怒らせてより、あ、中堅の竜 VS ゴーさんの計算機ですね。さあ、龍が計算機を画面端追い込んで、さあ、中圧真空、さあ、そして残機がピオル、コパコパコパ大竜巻。さあ、これでゴーさんの大将 K ブランカ対モモさんの C 龍。さあ、振り向き昇竜を2回じゃすって、さあ、しかし画面端で、さあ、聖剣当てるが真空は出ない。さあ、大ローリングで竜を倒して、さあ、怒りゲージはないけど、体力半分の K ブランカ対モモさんのロレント、まあ、体力ゲージどちらも満タンですね。さあ、ローリング打ってくる。さあ、ショージャンから投げは抜けて、さあ、コパンコパンテイクのは出ない。さあ、ははジャクロに読まれてたか。両方とも試合の方終わってます。こことここで2位まで、上位2位、1位と2位が通過になりますので、高坂さん、ジャクさんチームと、ライさん、桃さんチームは、決勝トーナメント進出になります。おめでとうございます。
じゃあ次 B ブロックの方ですね。じゃあ B ブロックの方は全部、筐体2の方で、内側の方ですね、録画台の方でやっていきたいと思います。つぐのすけさんとピロシキさんのチーム VS コシヒカリさん、ピールガさん。では筐体2の方で、始めてください。つぐのすけさん、ペロシキさんチーム対コシヒカリさん、ピールガさん。さあじゃんけんして勝った方が 1P2P の権利か、もしくは、順番後決めの権利、好きな方を選びます。じゃあ、筐体2の方で始めてください。つぐのすけさん、ピロシキさんチームがじゃんけんに勝ったんでしょうか。 2P 側を選択。じゃあ録画台だけ、大会の進行は録画台のみにして、今筐体1の方もですね、フリープレイに変更したいと思います。This battle is about to explode. Fight!大会筐体の方は、ひろしきさんですね、コシヒカリさんということで遠征での、ありがとうございます。地方戦はキム対サガットということで、いかにキムの前転を処理するかというゲームになるでしょう。さあレベル2の対空をしっかり決めて、
ほぼほぼこのラウンドの勝負決めるか。さあ起死回生の無限を狙ったのか。ここはきっちりと処理をして、This is gonna be a match to remember. Fight! コシヒカリさんの勝利。最初戦はチュンリー対、あ、違いますね、ピロシさんの方ですね、失礼しました。コシヒカリ、後がないのはコシヒカリさん。さあチュンリーとしてはこのガードゲージは効く。いかに地上戦を進めるか。さあこれでレベル2を使わせたのは非常に大きい。テコンドーの神髄、大将キム対チュンリーという対戦ですけど、お互い飛びが落ちないイメージですね。これキムの飛びをチュンリーのゲインキックでは落とせないので、まあ、前転で逃げるか空投げで逃げるかというところになるでしょう。ただ飛び以外の目立った選択肢がキムの方にもないので、このいかにして触ってガードゲージを削っていくかをうまいこと言って、コシヒカリさんのガードゲージがもうまずい。あと一発。さあしかしここで無理にせ、さあ渾身の砲撃が決まり、最後はタッチ中キックタイプをしっかりと決めて、はい、ありがとうございます。続いてはつぐろすけさんとピールカさんですね。さあ何やら試合前に煽り合っておりましたが、お、試合直前まで煽り合う。あ、つぐのすけさんの方は今日は、チュンリーじゃないんですね。京都、いおりと、そしてサガットということで、まあ、こちらの方はほぼほぼ順番が変わることはないでしょう。それに対してピールガさんが残念ながら固定でございます。さあ、これでピールガさんがどういう順番にするかですね。大将を、まあ、魂のピールガにするのか、まあ、ただこのピールガっていうのも大概な対戦、おお行きました。さあ魂のキャラピールガで行くぜ。Live and let die. Fight. あ、先方のピーサガと N 強と M、 そうですね、これは露骨にピーサガ有利でしょう。あ、チコパンがしゃがみに当たるかどうか超でかいですからね。さあ75式回の2発目だけ当てる、ちょっとしたネタっぽい行動ですが、これもバレるとブロッキングからのフルコン食らうと、あー、ありがちなやつですね。お互いに近づきすぎて前に抜けるという。さあ N 強としてはもう1回無理やり近づいて置き攻めで殺すしかない感じの対戦ですけど、先ほどのチャンスを逃したのはでかいか。さあお願い75式が当たればレベル3入るけど、ここで上タイガー落ちすぎるとそのお願いが当たる可能性があるので周り打ちたくないところ。さあきっちりとガードして、あー、はい、あ、はい、ここで案内です。一番トイレ側の筐体は今、有料のフリープレイから普通の対戦台に戻してありますので、どん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 と対戦をしていただければなというふうに思います。さあ、大会の方に戻って、さあ時報の N イオリ、これは先ほどの今日よりはまだマシな組み合わせですが、配信台だけでもう十分間に合いそうです。
さあ、つぐのすけさんのイオリがここでサガットを殺せないのは致命傷になる。なんとか踏ん張った。時報戦、次はキーキャミーと N イオリということで、まあ、N イオリの方からすることはほとんどないですね。大キックに合わせて、大キックに合わせて RC 闇笑いを打ちに行く感じなんだと思うんですけど、さあさあ厳しかった、この組は厳しかった。あ、大将戦ですね。キャラパワーに合わせて、うん、見えてる、素晴らしい、これしかないっていうレベル1を決める。さあ、ティオリが溜まっていると言おうかけた瞬間、完璧なシナリオ。これで一気に試合を5分以上でしょうね。これね、ピールがゲージマックスとはいえ、サガットの方もほぼゲージマックス。さあ、このゲージを使うことも大事ですね。早い段階でリガンを当ててももはやはめる不可能ですから、さあなんとかギガン一発で殺せるところまでは投げと通常で削っていきたい。いった、さあワンチャン圏内、これでまだピールガムホーム、これはやばい。なぜヒット数の少ない方を選んだんだと。グルーブは違うんでね、かなり戦い方というか戦略は全く別のキャラと言っていい試合でしょう。先方に選ばれたのは、T サガットと C キム。あ、これもキムの方がほとんど前ブロの選択肢しかないんで、この調子がかなり途切れ途切れなんでご容赦ください。対戦台の方に戻ると、キャミー時報同士の対戦。さあ、Pキャミーとしてはいいところで干してきましたね。これでゲージを溜めつつこのラウンドも取っていきたい。あ、2回戦やりたいよという切実な声が聞こえるが、大手がかかる。シーサガでピーカミーを殺すとなると相当こう地上戦を頑張らないといけないですね。お願いレイド、お願いレイドで勝つぞ。ピーカミーの前歩きに対して沖大パンからの
さあクラッシュ、あせっかく追い詰めたところに逆に投げられてしまう。さあお願いレイドもワードされて、まずいぞ、ゲージ溜まるとピーキャミーのさあ無法状態が始まる。この状態でピーキャミーのスパコン食らわないのはかなり至難の技なんですよね。もうやりたい放題になっていますが、あなんとか頑張りたいところ、しかし残り1ちょっと、さあ一応ワンチャン残したものの、ゲージ相手はゲージマックス、これ8中盤。さあ948カウントにて今回の対戦は終了となります。お疲れ様でございます。じゃあ第2試合、時間がないんでどんどん進めてまいりましょう。すぐピロシキさんチームとピノキオさん、キムチさんチームで、お願いをいたします。聞こえましたでしょうか。復唱します。つぐのすくピロシキさんチームとピノキオさん、キムチさんチーム、お願いします。まだ2位抜けまでありますからね。まだ次勝てばキャラは固定でございます。残念ながらキャラは固定でございます。ぜひチュンリーよりも強いと言っていたその姿を見たいという皆さんの顔が見えますが、さあじゃんけんをして、順番と筐体と決まりますでしょうか。じゃんけんにピノキオ選手が勝って、さあどっちを取るかと。わかりました。はい、ピノキオさん、あ、ごめんなさい、あー、はい、一番、コールがアナウンスです。すみません。一番トイレ側近くの筐体は、フリープレイで開放しているそうなので、対戦したいよという方はですね、どんどん使っていただいて結構です。繰り返します。一番奥、フリープレイですが、大会筐体ではなく、の試合用として開放しているそうなので、どうぞ使ってください。お願いします。さあ、その間に、順番とキャラが決まったようです。何かチャパさんが座りそうになってますが、では参りましょう。第1試合は、つぐ選手と、はい、キムチさん、C と N の、まあ、非常に典型的なチームではあるんですが、まあ、C 号機というね、ちょっとなかなか珍しいキャラではあります。なんか流行ってるようですけれども、この C 号機のネタっぽい行動をどこまで嗣之助選手が正統派プレーで返していけるかっていう対戦でしょうかね。まあ、ゴーキというキャラも非常に対空と逃げ性能は安定しているキャラなので、N が追いかけるというのは意外と怖いんですよね。空中ガードもないですし、さああと一発でピョル、ここはゼガヒラをピョラしたい。さあレベル2からの昇竜を2回決めて、おっとネタっぽい逃げ竜巻が当たる。さあチュンリーがいない。心の叫び、頑張ってください。先ほどの C 号機のあのレベルに逆感のは減らないように見えて、実は結構減ってるんですよね。壊し出っ歯とだいたい500から1000ぐらいしか違わないので、ほぼほぼ壊しからのフルコン食らったのと応答のエリート、
さらにね、ちょっとマイクの調子が悪いんで途切れ途切れになります。ご容赦ください。さあ、よりワンチャンある。ここで割れれば遊びは終わりだ。最大コンボを決めて、さあ、RC 網払い。いやー、ここで倒れましたが、もう次の瀬選手としては十分な働きでしょう。惜しい動きにぶっ壊されそうになったところ完全に立て直しました。ゲージ1本半で、ほぼほぼ五分と言っていいような状況ではないでしょうか。さあ、なんとかゲージがレベル3まで溜まる前に、金内選手としては、to explode. Fight. あ、なんかペアリングが切れるみたいですね。はい。はい。第2試合は猪木雄選手対ひろしき選手。さあ、先ほどはA グリやシングルなどで遊んでいたピノキオ選手ですが、やはり大会となるとこの魂の K 準D の最大コンボが決まる。ゲージないときにほとんど火力がないんでね、なかなか使いこなす人がいないこの K 準D ですが、完璧に仕事をする。さあ、ここでゲージがないのがケース。ゲージマック、これなんとかしのぐ。さあ、素晴らしい踏み込みからの内が入って次はシーキャミー警察がですね、まあおそらくキャミーとしてはパワーで負けてるんですが、地上戦頑張るしかない対戦でしょう。今のようなステップからの大パンなどを絡めてガードゲージをちょっとずつ削っておきたいところ。そうしないともうほぼほぼ警察のペースなんですが、ここはもはや怒らせるのを見るか。さあ、ちょっと2回目のコンボがつながったのはもったいない。い
が大将の立ち壊しですね。立ち壊しと立ち台パンとしゃがみ大足でなんとか立ち回るしかないですが、大足払いを振るときだけはジャストした後はしゃがみ中足確定しますんで、大足払い振るときだけはちょっと気をつけつつ、さあこれなら上り弱パン、上り弱パン中段からも焼却でも殺せそうな蹴り、はい、大将 K カミと C キムという対戦ですけれども、いやーまだゲージは使えないかな、まだゲージは使えないかな、まだまだワンチャンある。さあさあここで怒りをやり過ごしてからレベル3決めればまだ勝ちの目は残っている。最後一瞬待ってから、おーい、キャミーのピン投げの前としてはギリギリじゃないですかね。ほぼほぼ大パンにバカでもおかしくなかった前から決まりまして、最終試合が、嗣之助選手とピノキオ選手ということで、過去何度も行われた対戦なのかなと思いますが、さあここで N、あ N よりはここはちょっときついですね。 RC の毒髪荒髪でめり込みたいとこですけど、ほぼほぼジャスト取られて股間が確定する。チュンリーの股間早いんで、あ、なるほど、さすがに今日は分が悪いと判断してイオリに変えてくる。さあピオリゲージ、ピオリがまだつながってるぞ。うわあ、まだ引かない。最後あれ8大キックで小足をすかしてる猪木雄選手の9、チュンリーがまずは1本、先ほどのスパコンはとても痛かった。さあこの組み合わせはもはやなんとかダメージを減らして勝ちたいところ、間違っても毒髪をガードされると、さあ完璧なシナリオで宇野サンス検証追いつく。しかしまだ厳しい組み合わせは続きますね。続いてはKサガット、さあ先ほどと同じように RC75 式回を無理くり当てに行く感じになるか。そうですね、ドッカミで暴れていく方が、いや発動していれば先ほどの相打ちが美味しかったんですが、さあここで先ほどから何度となくここでお願いならし五色が刺さって一気にペースを取る。もうちょっとピオン、ピノキオ選手がちょっと慌ててるか。ああ先ほどと同じ光景が、あと一発あと一発削れないという、あーこれで K サガットが、あーなんとかなんとか K サガ怒る前に倒して、
非常に心強いコメントが聞こえてまいります。ひろしきさんを決勝に連れていくんだと。さあここでもう超勇気のあるレベル1が出た。相打ちで本当に良かった。さあまだ削れない。イエスと。次の選手おめでとうございます。先ほどの75式が非常に痛かったですかね。あれさえなければと。こうピロシキさんが 2-1 で、じゃあ続いての対戦は、ここでかな。コシヒカリさん、ピールガさんのチームとピノキオさん、キムチさんのチーム連戦目でお願いします。いらっしゃいますか。もう一度復唱します。コシヒカリさん、ピールガさん、ピノキオさん、キムチさん、お互いに、あ、はい、いらっしゃいましたね。じゃんけんお願いします。ここは3ブロックの3人チームなんで、1勝1敗が、あ、そうですね、一勝一敗の場合、三つどもえはどうしましょうね。ポイントか対象戦か、主催者の方から対象戦という一言ありましたので、同率一勝一敗ということになった場合には大将一人で対象戦を決めてもらうことになります。決まりましたでしょうかね。先方と次方、後がないのはピールガーさん、コシヒカリさんのチームですね。This battle is about to explode. Fight! Wow, they came out with a sneaky surprise attack. さあちょっと進行の方がありましたが、答えの方では第1試合の先方ピールガさんと、ヘイさんですね、だんだんマイクのコツがちょっと上がってきました。マイクのアンテナを一回近づけてやるとペアリングが戻るようです。さあここでシーキャミーがこしての時報戦マックス同士のキャミー対戦。ただこれはほぼ P キャミーが主導権を握れる対戦ですよね。これキャミーも上下ブロッキングもそんなに揺さぶれる方ではないので、地上戦の踏み込みで勝った上にさらにブロッキングのタイミングをちょっと外さないといけない。Pキャミーがこのキャラパワーを前面に出して
ほぼほぼ完勝。ゲージを体力をマックスまで戻す。ピリキャリーに飛びの選択肢はほとんど効かないですからね。なんとか地上戦でガードゲージを削るか、今のような歩きに対してダイパンを当てに行くか。唯一の弱点はガードゲージが短いことなんで、ダイパンをガードさせた後勝ち壊しとしたタイガーでいかに触れるか。さすがにここまで減るとピーキャミーのスパコンでももう殺せますね。最後は下ブロー、下中キックが決まり、ヤーズはピールガ選手が一勝する。勝たないと上がれないと。覚悟はいいわね。さあ先方チュンリー同キャラ対戦。チュンリー同士というとほぼほぼあの地上戦は壊し笑いで立ち中盤を潰す対戦でしたかね。他の選択肢はほとんど通じないところがあるので、さあ出ました、この壊しですね。この壊しの振り方が上手い方が地上戦で先手を取りやすい。きっちりと卓裂を最後まで打ち切って反撃をもらわないようにしますね。さあ今繋がっていたぞ。まあ削りでもいいというような感じだったんだと思いますが、きっちりと内村ビタムヨシが繋がって、まずはピノキオ選手が1本勝利。次で1回。さあこのチュンリーという、そうこれですね、これですね。基本的にはジャンプ大パンでこのゲンキックじゃ落とせないんだぞっていうのを教えていく感じの対戦ですが、さあスタシからのお願いが通ってしまう。レベル2と違ってね、レベル3なんでね、繋がるんですよね。あんまり K チュンリー以外では取らない選択肢ですけど、非常に痛い。さあここは無限が見たい、当てたい。リゲージを怒らせるところまで持っていけるか。あとあっと今暴発でしょうかね、投げに行ったのが暴発したのか。あさあほぼマックス状態の C サガット相手にすることになった。K サガット相手にしますが、ここまでは完璧に小技で牽制して削る。さあいらない、それはいらない。なんとかこのまま勝ち、最後ロケッティアで
ゲージをなんとか回収、レアクレベル1ですかね。1位と2位が、津久之助ピロシキチームと、コシヒカリピールガさんのとこですね。うん、その2つが、そうですね。で、次、C ブロックですね。トバリ、泉対、トナ QMZ、これを、筐体2の方でお願いします。これ、ではですね、QMZ さん VS 泉さんですね。This is gonna be a match to remember. Fight! 先方サガット対、さあ泉さんは S ベニマルサガット剣。さあどう考えてもサガット有利だが、さあ痛いコンボが入って、さあリバサの酒か、これは壊しを避けまくって電撃クールだ。さあこの投げは、さあ不思議な動きでかく乱する、サガット逆に画面端に追い込んで、さあ4段、さあショージャンからガンガン攻める、さあ避けたところを投げ上でよキャノンで、 QMZ さんのサガットが先鋒戦。さあ S サガット VS C サガット、さあ大で
こかしたが、さあめくりは通さない。さあしっかり見てる昇竜で、さあシーキャミーの飛びはアパカで落ちる。さあ酒大系タイガー、さあエスサガットのゲージが点滅した時が最大の見せ場。さあさあゲージマックスのキャミが下がっと S 下がっと画面端追い込んでさあ下がっとが点滅して、酒から投げ、さあそして下がっとの体力がすぐまた点滅間際なので、さあ中足真空残らず点滅の体力から一気に殺し切って、これは大将戦で龍拳対決。さあ酒から大剣、さあ飛びが通って中足真空から、さあ避けてる剣を投げて、さあ龍が攻める。さあ剣の体力残りわずか、さあ酒を投げて UMZ さんの勝利。さあ次はトナさんとバリさんのシーグル対決。さあバリさんは先鋒、チャンの時もあればギースの時もある。さあ先鋒はロック対チャン、さあいつもこの不死身大勢相手にチャンが無双してる。このチャンが本当に、さあさあロックの体力ゲージがもう点滅してるが、さあここはコパコパからスパコンまで入らず、さあさあスパコンは出なかったが鉄球でロックを撃破して、トナさんの中堅はシーチュンリー。さあこの連携でガブゲージがモリモリ減る。さあ
ックジャンプ中盤でバリさんのロレン、バリさんのチャンのガードが硬い。さあ画面端にチュンリーを追い込んでいってもなかなか、さあ飛びが通るがジャック中、さあステップ投げは見てましたと、5番でチャンを撃破。さあ CBS 飛びが通るが、さあアッパーで先にトナさんの対処、シーマキが出てきます。さあ弱中からドットリさあしかしマキはゲージがマックス、当て身で取って、さあガードゲージが割れそうで、ギースのゲージはまだ1本。さあここでレベル3、さあさあマキの体力が残りわずか、三角飛びから大将ロレンと引き出す。さあ熱風脚で体力がゾルドット、さあこの置き決めが、さあガーキャンで位置が入れ替わって中足、これで1対1になりましたので、大将戦、泉さん、泉さんとケムゼットさんですね。This is gonna be a match to remember. Fight! QMZ さんと、トマリさん対照戦ですね。さあ今度は先方がチャンではなくてギース、さあチャンだと、まあ、シーサガなので先ほどと同じく先方チャンでも、まあ、かなりサガと嫌な相手だったとは思いますが、さあ逆にさあ下で寄り差し返して丁寧な立ち回り、レシオニ、さあサガとレシオニですね。しかしギースのデッドリーゲージが
溜まっているので、さあもう体力リードしてますね。さあギースはステップから投げは抜けて、さあなんとかギースを倒す。ゲージはお互いマックス。さあサガと体力は少ないけどゲージがあるので、これがスパコンが入れば召し討ちのチャンはかなり体力失ってしまう。さあキャノンは間に合わず、逆にゲージを使わないままバリさんのチャンが、さあこれで中堅対決。さあ逆にキャミを投げて画面端、さあここの固めがバリちゃんの真骨頂。さあ画面端を抜け出して、さあチョイがうざい。さあ大大でガードゲージが点滅。さあここで歩き大パンからしっかりスパコン逆キャンまで、さあ手を残してキミがチャンを倒して大将ロレント。さあ結構シーキャミーとやり慣れているこのバリさんのロレント、なかなか、さあ中盤で落ちない。さあ飛びが通ってパトリー。さあロレントはガーキャンで、さあしかしキャミーがロレント体力半分持っていって、さあロレントのゲージがまたレベル3間もなく溜まってお互いゲージがマックス。さあ中盤で落として投げ、さあこの中盤でなかなか画面端から、さあパトリーがミスって、しかしこれはガード、大パン真空は遠すぎて、さあこれ、さあ表裏を惑わして弱々で QMZ さんの竜が勝利。Is about to explode. さあ泉さんの先方列車にエスサガットがイライデンを圧殺、そして列車さんの大将ペイザンギ、さあこれは正直相当の辛さがあると思います。さあザンギはしっかり前調整しないと、さあザンギの大パンでサガットの体力ものすごい減る。さあキャノン打つがこれはガード、さあこれピーグルに対してガーキャンも前提もないのでハイパーキャノンタイム。
さあダブられて画面端サガット追い込んで、なんとかザンギが体力残り3割で、泉さんの中堅は S 剣、さあザンギのゲージマックスですね。さあ危ない、ザンギの体力が残りわずか、さあなんとかゲージを残して大将戦につなげたいところ。さあしかしジャンプ台系で泉さんの勝利。次がガオさんとトバリさんですね。さあガオさんはケーグルのいつものギースナコルロック。さあバリップはこれは先方がチャン、さっきは先方がギース。さあバリさんは先方 K ギースに対して C ちゃんを選択。さあこの鉄球を適度にバリさんが置いてくるので、ケイギースも簡単には攻め込めない。さあ鉄球烈風が相打ち。さあ体力リードはバリさんのチャン、しかしおっと着々中は届かない。さあデッドリーをしのいで、しかしガードして、さあ烈風が当たる。さあチャンのゲージ溜まってる。タイヤ足でまずは先方 K ギースがチャンを撃破して、ゲームはギース対決。さあ危ない、さあ強パン烈風で体力が早くも半分。さあ置き台パンでなんとかギースを撃破して、中堅はナコルル対シーギース。さあデッドリーは中足がガードで、さあギースはゲージを失ってしまった。これはでかい。さあ中段が見えない。さあピヨッテ代々レラ。さあさあジャンプ台系が当たって、ナコルルが体力8割残したまま大将シーロレンズに蹴り出す。さあ開幕すら、さあジャスって中盤アンヌムツレ。さあ2セットでロレントは気絶寸前。さあこれは気絶し1回切れたか。さあナコルの怒りがまだ。さあここで危ない。さあ弱々中レラ。さあ画面端でピヨってしまった。さあナコルルが圧倒して勝利。はい、
さあ、さあこれが対照戦ですね。ガオス君対泉さん。This is gonna be a match to remember. Fight! さあ先行戦サガット対ケイリース。さあ肘3発から下タイガー。さあ怒ったケイリースが走ってくる。さあ小足が当たるが中足ヘッドリーが結局入った。さあサガットはここからサイパーキャノンタイム。さあレベル1キャノンを打ち放題ジャンプジャッケ。さあデッドリーで下を通過したところキャノンでまずはサガットが先鋒戦選手。さあ割と試合が早く終わったので割とサガットを回復している。避けから台形下台が。さあレラフツベが置いてある。さあまたサガットが点滅。これは早めに今度は上り台形。さあ S ベニマル対 K ナポリルでレアな対決。さあこれはコンボ見せてベニマルの4段だが、さあまた4段。さあ中段で切り返す。さあ画面端から出られない。投げてナポレロがベニマルを撃破。さあ大将連勝にエスケン。さあ竜巻を食らったが、さあ中段ガードしてアッパー剣が、さあ体力半分の剣対K ロック。さあ翔ちゃん酒でかわして強パンナタ。さあ差し合いで、さあジャストジャスト。さあ体力並んでいるがロックの怒りがまだ残ってる。さあ酒で、さあ泉さん体力残りわずか。さあ歩いていったところ大足でガオさんの勝利。次がトナさん QMZ さんのチーム対ガオスさんと、上山さんチームですね。This is the first dream event of the 21st century. Great! I knew that groove was in your heart. Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly anticipating this event. And now, oh man, are you ready for this? This tournament is held under the free nations. Keep rocking, baby! さあ先鋒戦上山さんとトナさんですね。 This is gonna be a match to remember. Fight!
さあ熱唱1のPライデン対トナさんのCロック、さあステップステップからシフトで、さあジャックパン中パンからレベル2で体力は回復して7割の C ロック、さあシフトから真空投げ、さあザンギは早めに、あまりここで体力を失いたくない、ジャックジャックジャックで、さあジャンプ中継、トナさんの中堅はシーチュンリー、さあ飛びが通って5パン発形から砲翼は出ない、さあ打ち切りのジャンプ、しかし中盤からの砲翼はガード、さあ歩いてコマ投げ2回連続取って別所さんなのでめちゃくちゃ減る、さあゲージが残ったままの別所さん、 P ザン2対レベル2の C マキ、さあ、レッド脚で切り返す、さあ、ジャクジャク、さあ、残業はゲージが残っているので、さあ、上のタクではなかった、さあ、残業はゲージがなくなってトナさんのスパコンでしっかり、さあ対照戦、ガオさんと QMZ さんの対戦、さあこれが ABC ブロック最後の試合となります。さあガオさんのプレディスがコパン連打、開幕コパン連打から、さあ K ゲースに対して QMZ さんは先方レシオに下がった、さあジャクジャク中、さあジャクジャクからコンボミス、シャガ中からレイドアパカで、さあ垂直ジャンプに対して当て身で取ってめくりが通る、体力逆転するが上り中段はしっかり立ちガードで、まずは QMZ さんのサガットが勝利。さあギースを倒したが列車にサガットがナポレルの中段で、さあ列車1分の差がついた状態で QMZ さんの C 流、
ジャックジャック外野室内で、さあナコルルの飛びは通らないし、そしてナコルルの飛びはなかなか見えない。ナコルルが3段でリュウを撃破。さあ開幕ダイアン娘、さあ中間中足歩いてゲージを全部吐いて、さあ裏側でスパコンが当たってしまう。さあアロージャスト、さあゲージも体力もない、かなり厳しい状況。さあ最後はナコルルのアッパー耐久でガオさんの勝利。ここで一回録画を切ります。これ今ガオさん VS ソトナさんですね。これが最後のブロック戦、最後の試合になります。これが今のチーム対象戦です。あ、すいません、そう。限界まで飛ばすぜ。さあガオさんはギースがレシオに、さあ C6、K6 対決。さあ紫色のロック、バオさんがデッドリーネを放してって、さあライジングタックル、パラシからレベル2で拾う。さあ真空投げ、上位レッパー読めたのか。レイジングストームでガオさんの勝利。さあトナさんの中堅はシーチュンリー。さあ画面端中足ジャックエッジの高めが当たって、さあピヨッとしまう。第ハードエッジの第、さあ台形キャンセルレップ当たって馬王さんのロックが2盾。さあ大将マキ VS 馬王さんの先方 K ロックが2盾して、なおも攻める。さあ画面端の固めがきつい、マキの体力半分。さあロックが怒る。さあなんとか勝者から熱風客でガオさんの中堅ナコルル。さあマッキーは早めにこのゲージを吐きたいところ。さあジャックジャックからスパコンが出ない。さあ上空でナコルルがクルージング。さあ中盤はガードしたが、ナコルルが投げて体力が残りわずか。さあ沖中盤でガオさんの勝利。
はい、これで予選の、全試合が終了になります。チームですね。Next location is 俺を止める機会。先方戦は佐賀と押尾一と伊織ですね。この対戦見た目に反して意外と伊織がいい勝負をできる対戦じゃないかなと個人的には思います。さあ奥も同時に始まりましたかね。奥の方は津久選手とあとジャック選手ですね。はい、さあちょっと目を離している隙に第一筐体の方は桃さんのイオリがサガットにだいぶやられましたかね。これ3分の2ぐらい残る非常に痛い展開。さあ C 流としては丁寧に RC 波動で嫌がらせをしつつどこかで前ジャンプかステップかでこううさんくさいでかいダメージを取っていきたいところ。対して QMZ さんは C 大胆かなり多めに振って素晴らしいタイプ、対空を牽制するだけでなく見てからの落としも完璧にこなして、これは非常にでかいですね。レベル2メシオ1サガットが、さあマモさんはここでテイクマンは繋がらず、ここの赤化の暴れが読んで返しましたが、まだまだ厳しい戦いが続きますね。シーキャミーとシーロレントと、まあ、これもきっちりと落とすことはできる対戦ではありますが、今みたいなナイフが危ないですね。ああいうナイフを用意に出すとスピードラまで入ってしまうので、さあ割れる前になんともキャミーはさあ出なかったのか止めたのか、レベル3チャンスではありましたが、ここでさあここの勝敗は大きく左右するぞと言いかけて、桃さんのロレントが一気に盛り返しましたね。ほぼほぼ大パン投げ一発ぐらいの2000ぐらいの減りでなんとか回復。さあこの画面端をどうこなすかが重要。あっとその銃弾は決め打ちすぎたか。まだまだしかしまだまだいけるこの組み合わせ、まだ割れないレバー前中キックが怖い。そしてそうその逃げるのも止めて完璧なシナリオ。先ほどは決め打ち失敗したあの中盤が今度は効いた。そうですね、あのラレントとしては先ほど私もやられましたが、あれだけは再警戒しなきゃいけないんですよね。非常にピンポイントの攻略が効いたので効いた感じで、まずは QMZ さんが勝利。はい、ライサントナさんの第2試合ですね。大阪から関東勢になって、あ、ほうほう関東のキューグルの中ではトップと言って間違いないでしょう。第3のキューグルに対してトナさんがどう戦いを挑んでいくのか。おっと変速シフトですね。ケイサがレシオに先方、これは非常にドックとしてはきつい。ハードエッジがあれですね、ハードエッジで引っ掛けたいところですが、ムーミンガードのせいでさらに危険なことになりますから、まあちょっとこの対戦だと打てないでしょう。
さあなんとか怒り言わせて合格ライン、惜しいからの一番楽しい時間だったんだがうまく入らず、これは非常にきつい。さあだからこの組み合わせは割といいですかね。 RC の隙間がしゃがみでも当たりますから、まあ、無理やりにでも隙間を出してガードゲージを削るのがセオリーだと思うんですが、そこに至る前に割る、中間アタカで状況最大コンボを決める。わあ完全に飲み込んだか、タイさんの急サガが大将まで半分残してくるという状況ですね。さあ鉄心のコンボが出ない、スライディング、さあきっちりと反撃をする。さあこの後意外とキャラ相性は悪くないので、トナさんとしてまだまだチャンスはあるんじゃないでしょうか。561カウントなんで大一般一発とはいかないですけどね、かなり回復しましたし、何より弟子を1に対して鉄心コンボ決めると相当減りますからね。しかしこう、あただ唯一あの原稿がねマイナス5なんですけど、ジャスト取られると反撃食らうのが超痛い。そしてこれがあるんだ、出してはいけない技を出してしまった。ライ選手がきっちり見逃さず最大コン、スパコン決めて1-1で戻すということですね。最終戦では QMZ 選手とライ選手をお願いします。さあ先ほどから QMZ 選手はこの C 流が大将ですが、このチームに対しても C 流大将でいくか、いきました。先方がおそらく前、あ、下がった大将ではないんですね。お互い下がった先方ということで、さあ上が見えてる、上が見えている。グループの相性からするとここまではお手調和だったんですが、チリ前転を止めてまずはライ選手の勝利。さあ美味しいチャンスが巡ってくる、このまま。さあ千載一遇でしたが、今ライ選手さすがにちょっと急に来たチャンスに触れなかったか。さああと一発ですが、ここでアローを不要に出すと大変危ないので、さあダッシュを確認してのキャノンスパイクでしょうかね。あの状況になると前ハイジャンプからのジェスト一応ありえなくはないんですが、ほとんどやってくることはないでしょう。ほぼほぼ状況確認の素晴らしい判断。対するはこのマイとキャミーですね。一般的なキャライメージではキャミーの方が強そうに見えますが、このケイマイというキャラも非常に逃げ性能が高く、かつ飛び込みが強いので、
ャミーといえどなかなか飛びを落とせないし、さあそうこのスパイラルアローが危ない。きっちりと決めていってライ選手が大手をかけました。この組み合わせも先ほどと同様に前の逃げ性能に意外と追いつくのが大変なはずですね。さあ捕まえて殺したいがたまる。さあこうなると不用意に飛び道具をどんどんスパコンが入るし、ガードに回るとあっという間に割れる。まずはしのぐ、素晴らしい、きっちりと7ヒットで、あなるほど、ただし対象戦がこの組み合わせですね。キャッ新竜を見えず軽飛力と C キラーと言ってもいいこのキャラ。さあそう、その波動はきつい。さあこれも半角、とんでも半角。もうあと2回ぐらい投げを決めてから、あともうす、さあここまで来ると非常に厳しいですね。その飛びは通らないぞときっちり落としてライ選手の勝利でございます。おめでとうございます。最後すごい惜しかったですけどね、反動がちょっと遅れたんでフルコン入って殺せるかなっていうのもあったんですが、さあ次の試合が、はい、奥の筐体、津村さん、奥の筐体はちょっとビデオ映ってないですが、津村之助選手と小坂選手の方ちょっと今空いてる間に確認していきましょう。さあ対象戦の超緊迫した場面、さあピュールぞ、きっちりつない。さあ全くめくりに大手には全く見えない飛びが刺さる。あれ非常に厳しいですね、あれをガードした後も駒投げと2択と。じゃあ続きまして、筐体1でピールが3、コシヒカリさん、高坂さん、ジャックさん、はい。じゃあ第1筐体の方で、トイレに近い方ですね、こちらの方で高坂さん、ジャックさんと、ピールガさん、コシヒカリさんいらっしゃいますか。高坂さん、ジャックさん、ピールガさん、コシヒカリさん、あもう連絡取ってますね。はい、じゃんけんをして 2P 順番決めてください、お願いします。どうぞどうぞ、高坂さん、ジャクさん、はい、ピールガさん、コシヒカリさんとの対戦です。はい、決まりました。はい、おい、さあじゃんけん決めてる間に録画筐体の方ではコモ選手と上山選手、はい、始まっております。あ、先ほども言ってましたかね。大将がピーザンギを入れするメラントだ。いやー怖いですね、一発入ると本当に死ねるので。先方は C イオリ VS T ライデント、イオリの立ち台キックをかわすだけでもちょっとライデンとしては相当きついと思いますが、
ですね、この立ち台キックを振るだけでもライデンとしては相当きついはず。一応スパードローでなんとかする選択もありましたが、さあ一気に決めて久保選手がまず 1本。続いての対戦も非常に厳しいですかね。エール、さあきっちり飛び飛んだのを見てからのスパコン体育、しかし減らない。イオリのほとんどの行動に勝てないんですよね、ダンギとしては。一応ダグラリで大キックはかわせますが、ちょっとそういう状況ではなくなってきてしまったが、RC ことづき、悪い。まず1試合目、ワンオフ選手が一気に押し込む。第2試合は、ライ選手と、ガオ選手ですね。さあ、現役勢の中でもトップレベルの2人の対戦でしょう。今日はケーグル同士ということで、先ほど C か K かと言っていましたガオ選手ですが、今日はケーグルということですね。さあこれも順番超重要。まあ対象はロックしかないでしょうね、ケイサがレシオ2が構えてる以上。さあこうなりました。先方はマイ VS ギース、展開的にはマイが逃げてギースが追うと。特に対空が怪しい系ギースとしてはマイの強力な遠目の飛びを落とせないので、そこをどうかわすかですね。一発さえもらわなければ明らかに前の方が立ち回りでは有利なこの組み合わせですが、怖い、とにかく怖い。そしてこのロケッティアいやー非常に事故らせ方が上がってるこの K ギース。さあしかし息行きすぎだぞときっちりと止めてライ選手がまずは1本目。先ほどの対戦と違って今度はナコルの対空でマイを落とせますので、先ほどのようにマイがやりたい放題飛ぶということはないかなというところですが、コンボが出ない。そして早いこの中断。体力ゲージゲージともにほぼほぼフォルですが、これがナコルに有利かな。ナコルルの飛びが落ちる気がしない。響きとしては裁くだけで相当面倒くさそうですね。さあネタっぽい行動でその小足が遅かった。あの起き上がりの鷹はフレーム超遅いように見えて、トータスまですごい速いので、大きく足とかかなり隙の少ない技を振らないと確定してしまうんですよね。さあナコルルが予想通りやりたい放題に飛んでライ選手の牙城を崩していく。さあまさかのハンヌムツベ大、こうなるとガオ選手のペースになる。素晴らしいメキャノンの俳優起死回生まさに起死回生あのままズルズルとやられるかと思いきや、素晴らしい起死回生の上キャノンでした。こうなるとさあロックとしては不用意なくそのハードエッジは危ない。あーフィオッターゲージ、まあ殺しに行くのを優先にしたんでしょうけどああここはライ選手の
This is gonna be a match to remember. Fight! さあ先方で出てきたのはケイザーレシオニさあこのケイザーを殺せると超楽しい瞬間が待ってますがさあちょっと早すぎたか大パンが使ってしかしさすがの PK ですねやっぱりそうあまり目立ちませんがキーグルもムービングガードと同じようにブロッキングが1フレ早いですんでスパイラルアームの隙が微妙に減らせるんですよねあーきっちりと削りレベル3を使って削り殺すジャック選手としてはここでなんとかレシオサ通り傾斜が殺したいさあケースあー使っているジョメよきっちりと陣内まで決めて試合を戻すさあ前も基本的には単発で戦うキャラなんで小ジャンプブロッキング取られた後のフォローがあんまりないんですね無理やり炎を出すという手もありますが基本的にはやはり通られないように立ち回りたいところ残り一度さあ今度出ないか次の瞬間に素晴らしい空中コンボが決まるいやーレベル3を使える素晴らしい判断でしたおー強気の歩き投げさあここでひよってガードに回るときついさあただピヨるぞさあここまで一気に押し込んであとはもうクルージングというか逃げたい感じですねこの立ち台板をかわすのがサガットは非常に大変よっ日本一危なげない試合運びでまずはライ選手が1本勝利さあ次の試合で最後のない試合になるかホモ選手と高坂選手さあ今日の高坂選手超気合が入っております絶対に勝つんだという表情を今しておりましたねここで高坂選手がもう倒れるとこの時点で決勝の方は決まるとさあ組み合わせは A さくら対 C よりちょっとお互い攻め手にかけるじりじりとした展開になるかなと思いますがさあ置き攻め表裏の2択が決まってあっとピュッとさあポパンポパン発動の目押しもミスらずほぼほぼ何もさせずに決めたあの表裏も非常に見にくいですよねさあこうなると追わせる展開は勝有利
キューとしては非常にきついところ。さあゲージ溜まる、露骨に発動する。さあちょっと一方的な展開を作ってしまったかな。さあ横幅が広いんで最後の2択が見づらい。ロレント、まだピオリゲージが回復してない。さあ露骨発動、きっちりとヒットを確認してからの完封勝利と。今日の大阪選手は気合が違う。絶対に勝つんだぞ。気合とその精度が光っております。さあ最後ですね、はい、先ほど試合の前にこのライ選手のケーグルを倒すために A 桜を入れているんだというようなことも言っておりましたけれども、まあ、やはり A 桜がどこまで仕事するかどうかの対戦でしょう。ライ選手のこのサーガット以外の前響きというのも本当にエーグルの露骨削りに対する対応としてのキャラというか、ケーグルの中では比較的まだ戦える方のキャラ2人を取り揃えてはいるものの、ハマった時の A 桜をかわせるわけではないですからね。さあ大事な大事な先鋒戦、素晴らしい差し返し。さあベガの飛びは全部落ちるんですよね。前がベガとしては無理やりサイコのウッパを引っ掛けて、かわすところ、ここまでしかし高坂選手の試合運びが完璧で、さあ完璧。さあおーい、ちょっと何かが漏れた。スパコンが出なかったのは痛い。これは非常に大きい。そしてゲージ体力の他にこの組み合わせそのものも大変危険な組み合わせ。不用意なところからはサイコやラブニーが入ってオリコンを食らうことになる。さあ RC サイコが出なかったのか、なんとかなんとかなんとかレガを倒す。そして出ました A 桜。ただ響きの場合は酒を損してるんで大春風は触れず、弱中春風はジャストを取れば最大三角可能ということで、問題になるのはそこだったんだ。振り向いてくれなかった。セルフディレクションベータズ。さあなんとかこのゲージを当てたい。ウッパではいいぞ。さあヘル、最後は昇竜削りでしたか。これはでかい。スパコン入りましたね。まだ余裕をつなぐ大選手のゲーサガット大将。さあゲージをたまる前になんとか殺したい。素晴らしい対空アパカと、そこでひよったのを見逃さず早々に出し投げ。さあ迫ってみれば大将戦五分五分スタート。
さあこのステップ電気と飛びの対応をどこまでやれるか。さあ 2P が取ってるんだね。不用意な、まだ死なないか、まだ残りますね。ただゲージとしては非常に厳しい。最後は遅らせ気味の大電気削りで大阪選手おめでとうございます。